活した十尾、犠牲の中に芽生える決意、復活したほかげ、走り出した新たなる目的、二者二様の道がいよいよ重なり、第四次忍海大戦は新たなる段階へ突入する。あとは封印するだけぞ。こう、くやオビト。まさかこの時になって道を変えることになるとはな。だが、せっかく道を変えたのだ。今からでもやれることを俺もやろう。オビト、一体何を。かつて俺が利用しようとしていた男、ナガトが俺を裏切った手段、けど輪廻転生の術だ。その術は代わりにお前が。ナガトがかつてなぜ俺を裏切ったのか、今ならわかる気がする。術つなぎの重なった人の思い、それも強い力になるんだな。もういいだろ、雑談は。そろそろ始めさせてもらう。我らが待望のために。交代だ。くっ、クロゼツ。けど輪廻転生の術。やっとまともに戦える。やはりこの体でなければ血湧き肉踊ってこその戦いだ。マダラ、お前この時を狙って。これが戦術チャクラか。簡単に扱えそうだな。マダラ、何を狙って。柱の、かつてウチハの石碑の前でお前に語ったのを覚えているか。相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると。だが別の捉え方もできるとも言ったな。ウチハと千獣、両方の力を手にした者が本当の幸せを手にする、そういう捉え方もできやしないか。か、まずい。奴が次に狙うのは。さあ、次はお前らだ、畜生ども。やっぱ美獣狙ってきやがったな、あの野郎。ナルト、お前も早く美獣化しろ。今は無理だ、クラマのチャクラが足りてねえ。だからチャクラが溜まるまでこの状態であいつを引きつける。みんなは隙を見て一斉に攻撃してくれ。一匹も逃がしはせん。すぐに首輪をかけてやる。させねえよ。そら、よく出た、エド転生の体じゃねえ。そう、これはもう死者ではない。どういうことだ、どうやって生き返った。さらに、そうだ、これについてはオビトに感謝しなければならないな。まさかお前、オビト。ああ、それも俺の計画のうちだったか。てめえ。さて、そろそろお前には眠ってもらうぞ、美獣もろともな。
群衆のみんなはやっと自由になれたんだ。二度とてめえなんかに捕まえさせやしねえ。畜生と友達気分か。おめでたいやつだ。なるほど、やはりお前は普通の人中率ではないな。まあ柱の裁縫を持つ俺には多少の絆など無意味だろうな。クラマ、チャクラはまだたまんねえのかよ。もう少しだ。もう少しでたまりきる。なんだこの程度か。威勢がいいのは口だけだな。わからんな。今の俺を相手にここまで戦えたことは初めて。生き返っても同じだ。すぐにあの世に送り返してやる。今だ。おう、重ねろ。遅くなりました、マダラ様。持ってきているな。もちろん。これで少しは楽しくなる。口寄せの術。あいつは十尾の抜け殻じゃねえか。左目はまだか。あっちはまだ時間がかかるみたいですね。まあこっちももう少し時間が必要そうですけど。ペットを連れ戻すのに何年もかかったガキと一緒にするな。数秒だ、見ておけ。陰謀変獄。何かしてくるかもしれねえ、注意し。な、何しやがった。さて、檻に戻れ、畜生ども。すげえ力だ。これ以上は。みんな全ての比重が揃ったわけだ。次は、ナルト！心音が。比重を抜かれてしまったのだ。え？ナルトは今死の淵にいる。だがまだ助かる。すぐに四代目のもとに向かえ。奴の中にも九尾がいる。でも二代目様は。わしはあいつを引きつけておく。行け、残された時間は少ない。お願いします。ナルトのガキをどうする気だ。比重を抜かれた今、何をやっても助からんぞ。それでも助ければならぬのだ。ナルトは忍びたちの希望だ。わしもそう思っている。変わったな。昔はもっと非情だと思っていたが。全ては里のため、里を生かすため非情に徹していたのみ。ん？生を受けたことがあんたの仇となる。江戸転生のままが良かったと
悔やみながら行け。さて、お前は数少ない。どうだ、この俺と組む気はない。勘違いするな。お前は死んだ人間だ。まあいい。どの道お前に残された時間は知ってる。スサノオカグツチ。お前は生き返ってまで何を望む。わしらの時代はとうに終わっている。わしらも成し得なかった国づくりを変わってやるだけだ。だがこの世界は失敗した前任者柱間のものだ。死にかけの患者には荒療治が必要だ。それが無限月読みだってのか。起爆札。そう、それこそ俺の望む本当の世界、犠牲のない世界。お前の描く全くの理解がないわけではない。消えろ、古き時代とともに。終わりだ。気をつけろ、奴は何かを狙って。なんだ今のは。この世界はいわば柱間の矛盾した世界だ。何かを守るためには何かを犠牲にしてしまう。くそ、これはたとえそれが友であろうと、兄弟であろうと、我が子であろうと、時間は十分にやっただろう。残念だ。どうしたの？サスケのチャクラが。あんたは強い。あんたは負けない。あんたは行くって言ってんだろ。ちょっと待ってよ。行くってどこにさ。サスケんとこだよ。早く死ねと間に合わねえだろうが。死なせない。絶対に絶対に死なせるもんか。死へと歩むナルトとサスケ、うつつと黄泉の合間、そこで二人が見たものは。そして時は急転する。辞書決戦の章。違うな、俺の意志はお前ではない。俺の意志は。
あんたは強い。あんたは負けない。将来の夢は火影を越す。仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。ナルト、俺はお前とも戦いたい。サスケ君を連れ戻して。お前は一体何なんだ。賢いってのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。お前を弟子にしてよかったわい。なんで俺にそこまでこだわる。仲間を忘れるな。あなたを愛してる。だから私と一緒に立とう、ナルト君。まっすぐ自分の言葉は曲げない。私も それが人道だから。許せ、サスケ。また今度だ。怪我はねえかよ、ビビリ君。お前は弱い。よう、うすらトンカチ。友達だ。仲間一人救えねえやつが火影になんてなれるかよ。これで最後だ。あいつにとってお前の命は里よりも重かったのだ。我々は木の葉を潰す。俺はお前をずっと愛している。本当の里を作る。本当の影を示すまで。俺は しつこいな。お前らが欲しいのはこいつの体のはず。この左目の回収が済んだら、こんなもの捨ててやるよ。左目を渡せばマダラがさらに厄介になる。なら、そんなことさせるはずないだろう。カカシ、奴は？クロゼツという名前以外、実はほとんど情報が手に入っていません。ただ、オビトとマダラの配下として、いろいろと暗躍していたようです。だが、ここに来てオビトを裏切った。ええ、つまり奴は元からマダラしか主と認めていなかったのでしょう。カカシ先生。サクラ、一体どう。ナルト。ナルトの中のキュービが抜き取られて、このままじゃ。だから四代目様、あなたの。俺のキュービを与えればナルトは助かるんだね。はい。大丈夫、すぐに助けてあげるよ。甘いな。そのうわ
すまない、奴にキュービを奪われてしまった俺でナルトは死ぬ、すなわち戦争も終わりだ。あとは俺の時間だ。マダラ様、遅いぞ黒絶。こちらから出向いてやったわ。カカシ、あの姿は？はい、オビトと同じように陸道の力を手に入れたようですね。すみません、ですがこいつらからキュービを奪っておきました。いいだろう、左目と合わせてこっちに持ってこい。やめておけ、マダラ様がいる限りお前らは何も。貴様まだ。マダラ、その状態でまだ自我を戻してくるとは。まだ俺は眠っていられない。あんたに話がある。俺に？ここに来て一体何の話をする？あんたにとって俺は何だ？今さらくだらないことを。お前は俺にとって他でもないマダラだ。この世界を否定する存在がマダラ。その思想を胸に行動し、無限つくよみの計画を狙う者は全てマダラでしかない。お前は目的達成のためにマダラとして天寿を全うするはずだった。この世界を救った救世主としてな。お前も理解したはずだ。陸道仙人が示したこの世界は失敗した。陸道仙人の行いは人の矛盾を助長したに過ぎん。チャクラは争いを生み、まやかしの希望を生むだけだった。俺もお前たちも平和を追い求めると同時に争いを求めてきた現実がある。この現実はチャクラという力によって無限の苦しみを強いられている。だからだ、俺は新たな世界を作る。無限つくよみにより忌まわしきチャクラなき夢の世界を作るのだ。最後にして最強のチャクラを持つこの俺が導く。そしてお前は俺そのものだ。オビトではない、こっちへ来い。マダラよ、今日からお前が救世主だ。今でもお前は救世主のはずだ。貴様、おかげってのは痛えの我慢してみんなの前を歩いてるやつのことだ。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。ある忍びがこの無知な俺に教えてくれたのだ。人を導く者は己の死体をまたがれることがあっても仲間の死体をまたいだりはしないらしい。俺はもうあんたにまたがれることもない。己の名を語らせ他人に全てを任せることは仲間に託すこととは違うと今ならわかる。俺はあんたじゃない。俺はそう、今の俺はほかげを語りたかった。もうわかっただろ、お前は内葉オビトだ。これはいただく。
証、ナルトを時空間へ運べ。そういうことか。俺もだ。出せろ。迂闊に飛ぼうとすればその隙を狙われるか。何を企んでいるかと思えば、まさか俺の中の美獣を狙っていたとはな。ナルトを助けるつもりか。だが俺から引き抜けたのは1尾と8尾の切れ端だけ。そして今のお前では時空間には飛ぶことはできん。この俺がいるからな。結局お前は何もなすことはできない。今のお前は無力な忍びに過ぎん。俺一人だったらな。かつてあんたが教えてくれたはずだ。シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものとな。二つのシャリンガンが揃った俺たちは強い。それこそ固めのリンネガンしかないあんたよりもな。目的はシンプルだ。俺がナルトの元へ飛ぶ時間を稼ぐ。それだけだ。分かった。それでナルトは助かるんだな。ああ、任せておけ。そして今回は俺がメイン。ここからは俺がメインで行く。お前はバックアップだ、カカシ。久方ぶりのツーマンセルだな。しくじるなよ、オビト。行くぞ。お前に預けた、すべて返してもらうぞ。この俺はただであんたに返すと思うか。少々手荒になってしまう。まあ仕方ないだろう。一気に行く。踏み込みが大きい。さてどうする。踏み込みが足りよしか。イントンライハー、ここまでだ。一気に行く。あとはトロアイだな。ここまでだ。オビト、お前も陸道の世界が失敗していると分かっているはずだ。いいか、陸道の広めたチャクラとは本来繋ぐ力のこと。その力を民衆として取り、人々に伝え導こうとしたのが先方イントンライハ。全力けだ。あとは頼んだぞ。当たらん。逃げられんぞ。あとは頼んだぞ。愚かな行為だ。愚かな行為だ。あとは頼んだぞ。もちろん。シャリンガン本来の力。あながち
お前の自信も偽りではなかったよ。させん。カカシ、オビト。今回ばかりはいい時に来てくれたよ。ガイ、なんとか間に合ったな。なぜだ。あの速度なら飛べなかったはず。そうか、2つのカムイを使って倍のスピードで飛ばしたわけか。考えたな、畑カカシ。あとは頼んだぞ、オビト。大丈夫だ、俺がナルトを助けてやる。信用できるの？俺は昔からまっすぐ歩けなくてね。だがやっと。たどり着いた。